待合所の切符売り場ホームに入線するスーパーハクト大原駅は岡山県三正賢町,町にある地図急行地図線の駅である。単式、島式2面3線のホームを持ち列車交換が可能な森土式の高架駅になっている。森土の西側に駅舎があり、出札窓口も設置されているが、ホームへは駅舎を介さずに出入りすることが可能。そのため、 乗降の扱いは、無人駅と同様に、乗車時には整理券を発行し、降車時は運転士が運賃収受する。当駅には普通列車用の車両を管理する大原車両基地がある。スーパーハと、スーパー稲葉も停車する特急停車駅でもある。窓口営業時間は、他の有人駅と比べると短く、早朝だけでなく、夕方の早い段階から無人になる。 窓口での乗車券、特急券、グリーン券、企画乗車券の購入には、現金の他に、電子マネーサービス ID、クイスプクレジットカード、デビットカードが利用できる。ただし、アイコカ電子マネーとしての導入であるため、相互利用している、交通系、IC カードの電子マネーサービスのうち、ピタパは利用できない。自動改札機は設置されておらず、アイコカなどの交通系、 IC カードを IC カードを乗車券として利用することはできない。2番線を上下本線、1.3番線を上下副本線とした一線スルーとなっている。1.2番線のホームが島式である。当駅始発、終着の列車が多く運転扱いが複雑なため、発着ホームは一定していないが、特急は2番線からの発車となっている。一番線は有効調の都合上、 普通列車しか停車できず、大原車両基地への入出庫にも対応していない。鳥取駅まで直通のワンマン列車が1日にに往復出ている。夜間大白設定駅である。ありがとうございます。